はい、皆さんこんばんは、みやずです。スーパーファミコンのファイアーエムレム紋章の謎パート15やっていきましょう。バコス、はい、バスていらっしゃい。また安定の数字がずれる。そしたらね、またちまちまと削っていきましょうか。ちまちま削るしか方法がないんだよな。守備が17とか。さて、残り12。もう一ターン待たないと。倒せないな。多分8回復する20でしょ。でもマリックは攻撃しかないとダメか。8与えて8回復したら意味ないな。どうしよう。あと1点分回復してくんねえかな。あれ弱くなった。お、これなら倒せるぞ。オッケー、魔法の種いっぱい使ったけど、まあオッケーだろう。技か。力上がってほしかったなぁ。鋼の槍。くっ、貴様ら。だけか。よーっしゃ、終わったぜぇ。丸掃除ですね。よく来てくれました。私は茜屋のニーナです。この世界を守るべき我が茜屋王国は、ドルーア帝国によって滅ぼされ、世界は荒れ果てています。はい、二個目さんいらっしゃい。ありがとうね。パチパチありがとう。マルス王子、どうかお願い。私に代わって、ドルーア帝国打倒の軍を進めてほしいの。ドルーアによって占領された国々を解放してあげてほしいのです。もちろんです、ニーナ様。アリティアは昔からアカネイアに忠誠を誓っておりました。リカードはやられちゃいましたね。ちょっと申し訳ないんですが。できればね、生き残ってて欲しかったんだが。それに、ドルア帝国の暗黒地竜メディウスを倒すことは、アリティアに生まれた私の定めでもあるのです。ありがとう、マルソウジ。マジリア見れば問題なさげだけど、悲しい、笑。そうなんだよ。できればね、誰も殉職者出さずに倒したかったんだけどね。またリセットするのがちょっと逆に辛くてね。それではあなたにこのエムブレムを託しましょう。このファイアーエムブレムは、アカネイア王家の代理として、
世界を救う者に与える覇者の証。これがあれば、あなたにも貴重な財宝が入っている宝箱を開けることができます。苦しい戦いですが、この世界が再び光を取り戻す日まで、どうか頑張ってください。色が変わってるところはテストに出ます。わら。記録します。これ、ファイヤーエンブレム取得したマルスだと、宝箱を開けれるようになるってことなんかな、今の物言いだと。うむ。おう、それはなかなかいいね。第1部6章、リフカンディの罠。オレルアンを解放した同盟軍は、中央航路を南下し、ああ、第2部でやっと語れるのか。南下し、アカネイアの王都、パレスを目指していた。盗賊になったってことですか。それとはまたなんか違うみたいだけどね、10個目さんいらっしゃい。彼らにとって最大の難関は、レフカンディの谷に築かれた無数の砦と、これを守る竜騎士ミネルバ将軍指揮下のマケドニア白騎士団であった。とうとうドラゴンナイトが出てくるのか。アカネイア王国に入る唯一の門レフカンディをめぐって今激しい戦いが始まろうとしていた。いやーまた苦戦しそうだね。おー、2体いる。2体いるぞ。あ、これ縦長だけなんか。マジか。弓があればドラゴンナイトなんて。ねえ。名前ありがいるぞ。名前ありがいるぞ。名前ありがいるぞ。いっぱいいるな。あ、見えるか。これも。あ、でもこいつボスじゃないの？こいつがボス候補。またアーマーナイトがいる。てか、ジェネラルか。さらにいるの。守備高くてな。今よりはボスだな。倒しましょう。わら。こいつは倒すけど、こいつらは、仲間ならないんかな。ミネルヴァはなんか、ならなそうだけど、こっちの手がさすないと。今後のシリーズ的にだけどダブル。カーマイネイ人かもしれないのに、X。どう考えても悪人の顔じゃね。この3人はなんか仲間にできそうな気がするんだけど。そうだね。中国目さんもいらっしゃい。とりあえずアイテム整理からしようね。みんな悪そうな女やないか。そうだったかな。顔をきつそうなのがミネルヴァさんだけだったけど。あ、ここでマークつくのね。ファイヤーエムブレム。ペガサス3姉妹的なやつは今後もシリーズ通して出てくるようになるんだよね。俺のミネルヴァ様になんてことを。お、ってことは仲間になるキャラか。あれ、鋼の弓って持ってなかったっけ？あ、間違えた。間違えた、弓。持ってないのか。このリグロの杖って何だ？あ、で、キルソードいらないのか。結構レベル低めだけど、誰かに経験値集中してるんかな？いやー、そんなことはしてないんだけど、使いそうなキャラを順番に使ってるんですけどね。低いのか。あ、道具か。あー、これ効果見れないのか。
効果を見たいから、リブローはどこにいる味方にも変えられるタイプ。ああ、そういう効果なんか。ほうほうほう、それはなかなかいいね。あれ？ワコツー。はい、21個目さんいらっしゃい。あれ？マリックどこ行った？次の場面か。そうですね、先ほど、アカネイヤの城を奪還して、次に来ましたね。結構減ったな、魔法の書も。補充したいとこだね。テリルアクスちゃんと装備してる、わら。あ、これね。うん。一応、この戦士軍団三人衆の中で一番使えそうだったこいつに一応持たせてますね、斧は。ただ出してないね。ハーディンだけはちょっと他にも持たせとくか。使うかわかんないけどな。あれ鉄の剣余ってるやつ。鋼の槍持たせとくか。所持品いっぱいになるけど。中距離から攻撃できるやつは強いね。そう、一応ね、だから手槍とかは持たせてるんだけど、細身の槍外して、あれ、手やりもうないんだっけか。あ、手やり、ないな。補充しなければ。手やり重いから使い方誤ると危ない、わら。そうなんだよね、あれね。意外に重いから、できるだけ離れた感じで使いたいんだけど。あれ、オグマ？え、鋼の剣が結構余ってる。鋼と、一応アーマーキラーも出しとくか。キルソード。キルソードよりは、アーマーの方がいいかな。まあいいか、持たせよう。で、一応こっちにも渡しとくか、キルソードな。で、動画にも。そういや、さっきニコニコニュースで見かけた記事なんだけど。はい、なんでしょう。あ。新作のファミコンカセットが発売するらしいわ。あー、アマゾンで売られてるやつですよね。なんだっけ、キラキラ、キラキラナイトなんとかってやつだよね、確か。さっきね、その記事を見た。今さらなんかに ファミコンの新作を発売っていう。使いそうなやつ、こいつくらいか。あ、鋼の槍なくなった。あー。ジャンルがとても気になったけど変えてなかった。なんか、動画ちらって見ましたけど、
なんかミニゲームみたいな感じでしたよ。確か。な、主に音楽を聴きながら、なんかミニゲームをするみたいな形だったような気がしたけど。ナイトキラー、ナイトキラー、ナイトキラー。でか。はい、なんでしょう。あと、あ、道具じゃねえ。あ、道具ないの。今ファミコンのロムカセットって製造できるところあんの？わら。新しくライン作ったんじゃないかな、多分製造工程をできる。わかんないけどね。天使の子。外にはまんまファミコンカセットの形状だったね。ピンク色だった。そうそうそう、ピンク色なんだよね。天使の衣の効果ってこれ見れないか。見れないか。天使の衣って何？あれかな、一度だけ。天使の衣は能力アップだっけ？あ、そうなんだ。ちょっと調べていいかな。多分説明書見ないとわかんない情報はね、説明書持ってないからわかんないんだよね。わらわら。そう、基本的にソフト中古でしか買えないからさ。最大箔を7あげます。あー、持ってたらってこと？所持してればいい。道具として持ってれば上がるのか。うんや、使う。あ、使うんや。あー、なるほど。そういう使い方か。なくなる。なるほど。じゃあ誰かの HP を上げる目的か。誰だろう。どうがか。まあまあ、とりあえず取っとこうか。あと多分ないよな。見てた。わら、マジみたい。わら。そうなんか。あ、これさ、道具でさ、この鍵あるじゃん。これ持ってたら、扉開けれるんだよね、確か。これ盗賊じゃなくても、開けれるようになって、これ消費しないんだよね、きっと。これ扉の鍵って消費するの？するよ。あ、するんか。するんか。な、マルスのままでいいな。使えばなくなります。ただ、扉の鍵は道具屋で売ってた気がす。ああ、そうなんだ。それがね、あれば買うんだけどな。今まで多分見てきてないよな。こんなところか。じゃあセーブして、
いろいろやってセーブしないで出撃してやり直した時げんなりするパターン多かった。そうそうそう、それしたくないからね。ちゃんとセーブしてから出撃したいね。これあれかな、ここのさ、盗賊がさ、多分ここの村目指すじゃん。です。これ、盗賊開けてくれるよね。開けるの待ってりゃいいかな。待ってたら開けてくれるよね、こいつきっと。そしたら鍵消費しないかなとか思ってんだけど。あ、今回ちゃんと近くに砦があるぞ。これを利用しよう。さあ、今回14人。誰まで出せるかなぁ。お、あーと、こんなガだとハーディンか？まあ、おそらく開けてくれるだろうね。開ける前に倒したらあの鍵もらえると思うから。そうだよね。あれ、ん？あの鍵使って開けるのかな？開けたらもうこの道具消えるかな？いや、鍵一個置くかなと思ったんだけど。多分。消えるか。じゃああんま意味ないね。どっちでも変わんないか。この辺はな、なんかパッとしなさそうなんだよな。あ、ちょっと待って。ここさ、ああ、あるね。店がここにあって。店がある。けど近いから。所詮それでも能力の低いキャラを見極めているだと。いや、知らないよ。見た目だからね。見た目でしか判断してないよ。見た目となんとなくの印象的に、ね、誰かな、あと二人だろう。会話風にイケメンと可愛い子以外に人権はないのか。とりあえずバーツは出そうか。そしたらあと二人だし、バーツとジェイガン出したとしてもな、買い物係にしかしてなかったからな、今まで。肉立てさんか。と、残りメンバーで言った、とりあえずベンデルはもう何も持たせてないから、こいつは省くとして。こん中だったら、ロシェかな。ロシェかウルフかって感じやな。なんか育たなさそうだもん、こいつら。パッと見の印象が。一応エンデルは杖持てるから回復駅にいてもいいと思うよ。あー、そうだね。そういえばこいつ回復もできるんだよな。杖持たせてないな、そういえば。そうか、攻撃。探せるとは言ってない。そう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 。そうか、回復役としてヒーラー二人っていうのもあるか。どうしてもの時用か。まあ確かに成長率はお察しだけどね。あ、そうなんだ。やはりって感じ。じゃ、そしたらこれで、もう一回しとこうか。あと、レンデルと。終了まであと5分になりました。お？パーマイン将軍、耐性上移植で仲間になる人は成長率が低いので。ああ、そういうものなのね。全員に薬草も立てるとかそういうことできるゲームじゃないからね。自主回復ができない。そうそうそう、買えない。買えればね、買って渡せるんだけどね。
私はこんなやり方には賛成できません。栄光あるマケドニアの騎士として正面から堂々と戦いたいのです。しかしミネルヴァ王女、あなたのマケドニア軍はオレルアンで多くの兵を失ったのだ。体制を立て直すにはこの城で時間を稼ぐしかない。私は陛下のご命令でここに派遣された。ここはおとなしく従っていただきたい。それでもなおあなたが帝国に立てつくというなら、妹マリアの命は保証できないな。人質に取られてんの？わかりました。ここはあなたにお任せします。こんな若い声だったのか。ダブルファーン。しかしこんなやり方でそれは主次第でしょうよしかしこんなやり方でアリティアの騎士団が倒せるとは思えない。あなたもいずれきっと後悔することでしょう。これあれか、ミネルヴァも仲間になるパターンかな。そしたら可能性あるの4人か、今回。かなり多くない？シーダか、マルスかって感じかな、このメンツだと。同じ、ペガサスナイトか、王子か。終了まであと3分になりました。まあ、ひとまず、体制整えて、この枠終わりかね。とりあえず近づきたくないしな、こいつらいるから。とりあえずレンデルどこだ。レンデルこれか。あー、こんな外れにいんのがいい。お前は買い物係だ。そしてあなたは訪問係ね。一番の年長者をパスしてる後方支援だよ、後方支援。ミネルヴァってのは本当はマケドニアのお姫様なんだ。だけど妹がドルーアに捕まってるから仕方なく戦ってるらしいぜ。みんなは怖がってるけど本当はとても綺麗で優しい人なんだって。なんとか助けてやれないかな。まあね、ここで寝返らせてもいいけど、寝返らせたらさ、あ、てか、ハーディンって何気にソシャルナイトだったの？こいつパラディンだと思い込んでたわ。さあ、そんなあなたも訪問しましょうね。重い武器を装備すると武器が鈍ってしまうから、弱くたって軽い武器を装備するのも一つの作戦だな。終了まであと1分になりました。それは前なんかで聞いた気がするな。最攻撃重要だからね。そう、最攻撃をねされるのはきついからね、なかなかね。こいつら突っ込んでくるんかな。なんかこのペガサスとかドラゴン系は距離関係なく突っ込んでくるイメージが。視聴者の皆さんありがとう。相手よりもこっちが攻撃速度3高いと再攻撃します。そうそう、それね結構最初のね方で教えてもらったんで、それは結構意識してますね。はい、それでは次枠いきますね。よかったらまたご視聴ください。お疲れ様でした。おっ。はい、おっつー。おっつー。